クワク。ほらやっぱり山ジジイダンカンの回答から。俺すごいな。俺ダンカンさんかもしれん。お前ダンカンさんやな。うん。なんだよこの野郎。なんだこの野郎。おなんかいいぐるぐるにしてやれよ。ノーマルにしやがって。これでさ城に入ってみようよ。入ってみます。うん、こいつこいつの顔マジ腹立つねこいつ。じゃあご飯を食べましょう。ではマグロあえ。いただきます。このお姉ちゃんが迎えに来てくれるんやったらまだいいけどさ。まあ、ほんまそうですよ。こいつ何やねん。遅くなってるよみたいなことね。俺たちめちゃくちゃ苦労して道探しあれを登ったのにさ。この間もあの灯籠の火つけてる時に迎えに来やがってよ。最後の一個つける時にさ。しゃあ行こう。行こう。たかたか 500m や。すぐやなこれ。川に気をつけて川には。ええんちゃう？やった！新種発見。あと一匹や。ほんま？うん。で50でしょ。あと一匹で。それで裏山に登るとこ行ったよな。うん。でこっち回ってったんですよね前回確か。いや。もうアーモンドチョコあかんわ。これ止まれへん。絶対カロリー高いやんこんな。絶対食べたらあかんねこんな。あ、ビヨヨヨンや。なんかある。あ、鉱石ね。うん、どこに持っとんねピッケル。これでもう行けんの？これなんかもうなんか登ってた気がするな。赤いダイヤばっかりや。の黒ダイヤ。こうやって揃ったんちゃうダイヤ。ほら、うん、更新されましたよ。あ、もういよいよ飛べるで。 Y ジャンプして Y。 Y 押してますけどね。ジャンプ高いとこから出ないと意味ないってことでしょ。どこにあるの？城どこや。城、うん、あっち側やな。あっちか。あそこや。そっからどこにたどり着いたら入れんのや。あれ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 、一番上のあそこやろ多分。ここの石ぐらいからいけんちゃう。うん、ここからいけんちゃう。これ飛んでさパラシュート開けへんかったらどうする。 Y ね。 YYY BYBYXY か。XY。XY。そこについた。あー、何それ。スタミナちゃう。え、スタミナなんかあんの？さ、この子のスタミナじゃない。スタミナじゃない？おしっこ集めるか。戻し作業やりましょうか。ここはいけんのか。深崎と違うもんね。ああ、こっからいけんねやわ。疲れすぎやぞ。何もしてんくせに。でもスタミナでいかれへんの？あれってスタミナ減ってきてた？スタミナ減ってきてたか見てないっすね、さっきのやつは。スタミナじゃなくてなんか
もうちょっと高いとこから飛べってことかな。なんか別の取れへんね。後ろやで、後ろの木の、多分これあれあれあれ、今左、これそれそれ、グレそれ通るか、取らへんな、取れた。日暮らし、あ、日暮らしよ。これで50じゃない。お、一個増えた体力。やだ。やった。ここ、その石の上から行きましたけど。む、おお。何してんの。何してんの今。む、おお。何してんの。やってみましょうか、うん、B で Y ね、うん、あ、じゃあ X で Y ね。よし、ほらスタミナ、やっぱりスタミナや。ほんで1個増えたからいけんねや。もう、うわギチギチ、おーやっぱ1個増やせなあかんねや。で、この上なんすよ、コンシさん。よっ、こっから登られへんのか。そっからいけんじゃん。ヒンちゃんみたいになったんで、あ、入られへん、入られへんがな。このやっぱり屋根に登らなくんで、ほんであそこ割れてるやん、こっから登れんねやな。そう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 、これそのために割れてんねやろきっと。何やんねやろ社長、この子何なん、なんかあんの、なんか入り口が、あ、ん、どういうこと。高いとこ登ったってことやね、多分これ上に。風景、僕はたった一人連れていた。なんかある。何？え？ブリキ？あ、シャチホコの上にブリキのシャチホコがあんねや。なんか取ったな。ねえ。あ、取れ、あれも取れんの？じゃあ。わかんねえお前。取れるわこれ、小西くん。ほんで、このこうなってるところのこっから入んちゃう？小西くん、こうなってるところのここ、どこ、このここのひさしのこのここ、ここ、うん、そこにあるんちゃう？窓みたいな、ほらのこぎり、あ、向こう側開いてんちゃう？向こう側、もしかしてどっちかがなんか一本切れてるとかちゃう？ちょっと向こう行ってみましょうか、うん、あ、いない、なんかブリッてできへん、ブリッてできへんね、これ。そしたら、さっきのあの、柵あったやん、うん、柵んとこに上からキュンって入られへん、これ、で入られへんね、これ。ああ、どっか、じゃあさ、網入ってるんちゃう、一周しようか、うん、ここ入れるやん、どうやって入れるのこれ、その上開いてるやんな、うん、おい忍者、そこの木の上も登る、あ、登れる、そこに登る、うわ、きっちりめちゃめちゃ惜しいけどね、うわ、うまいこと調整してんだこのゲーム屋さんが。あ、ブルーダイヤあるね、そこに。あった？うん、これ、ここ、ほら、へえ、入れるってことやな、うん、どうにかして、いけんの？お、やった！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 入った瞬間に帰ろうって言って言われてB ボタン押せば、うん、入った瞬間に、
嘘やろ。あこのフロアにあるんじゃない、このフロア、このフロア。こっちも見てみましょうか。このフロア普通にベーッと走ればあるんちゃう、このフロア。あいつそうやけどね、なんか俺こうやって見てもうてるやん、もうこうマリオカートやる時のこう回る時の人みたいな感じになって思ってくるな、もうこれいけるから、ここで。どうやってんのか入んないの、あれ。ここのひさしのこっち、このさ、これ無理やな。行けるとこないのよね。うまいこと行かれへんのよね。下なんか機械仕掛けで開くみたいになってたもんね、うん、あれをなんかするんちゃう、どっかで。ここのひさしでも見てないよね、まだね。さっき見て待ってたで。見てるな。あんたさっき見て待ってたで。見てるね。まああとはもう本当にあの井戸が下で繋がってんのかなって俺思っててんけど、あともう一個下の段は見てみるね、うん、この下ですよね、うん、ああこの下も、そう下やな、これほらここの段、ここの段見たで、もう見てないんじゃん、ここ見た、その上じゃない、見たの、これね、もう見ましたよ、全部こうやって。そこの扉どうやって開くんやろ。あなんかある、扉がある、鍵がかかってる、ぶち壊せおじさん、鍵どこにあんのこれどこにあんの、さもう入りたい、鍵ちゃう、もう入りたい。探偵事務所で、クエストがあるらしくて、探偵の音、これ違うな、これは明かりを灯すやから、これがやったら次出んちゃう、これや。灯しに行こう。灯しに行こう、もう灯すしかない。ここも灯だったんやね、ワイで。オッケー。どこまで飛べるかな。飛んでけ飛んでけブチ。もうすぐやな。すぐ降りたな。頑張ったけどな。全然飛んでんな。すぐ飛んだれ。よし。忍ともかんとも、忍ともかんともでござるよ、小西くん。あよしじゃあ落ちてんな。この人に聞かなかんや。うん、どこ行っても綺麗だろ、うん、ね、あのね、参道が暗いだって。あ、うん、そういえば最近気がつくとトールが消えて困ってるんだ、うん、誰かのいたずらかな。誰の、そうだろう、うん、この辺りは小さな神様がいるんだ。もしかしたらその神様の仕業かもしれないな。小西くん、最後の一人取り逃がしたよ。そうよ、あのアホみたいな男のせいで。そこ場所わかる？あそこはだからさっきのところに戻んないといけないから、うん、これ何、あ、これで火つけるだけでいいの、この間やったやつで、うん、じゃあすぐできんじゃん。よあれ、これね、登りあれへんねや。Y ボタン、はい、いくつあんのこれ、向こうもこれはついてんねんけどね、はいはい、で、このあとテントのとこやな、テントのとこにもあったね、うん、こっちや、うん、で、これここで俺がウルトラCをやった時に、うん、来やがったのよ、ここ登って。あれ違う、ボタン間違えた。ここで忍者ジャンプした瞬間にいけるこれちょっと見づらむずうぅ、で、そのままそっちに、えいっ、いけ、おいえ、けい、いいぞ、
困るよね、うん、慣れたから荒いな。あ、そうした。もう慣れてきたからもう荒いね、やり方がね。じっくりいかないですね、もう。もういかない、そんなじっくりいってる場合じゃないよ。荒いですね、やり方がもう。はい。OK。しっぽ、木の下。他なんか全部でこれじゃなかったんだよね、結局。うん、ここだけ何もできないんだよな。きっかけだけなのかもね、これ。こういうイベントがありますよっていうことだけなのかもしれないですね、これはね。他見つけなあかんのかもね。全然届けなかった。届く距離じゃなかったな。そうなのかな。あの Y ボタンのやつで行けたりしてへんの。ああ、なるほどね。2階からはね。腹立つ。ここにあるんだよ。はい、ここ終われへんよね。あ、あっちにある。もう一個あれや、ここや、ここもある。うん、ここは1階のジャンプできたと思う。結構あるな。こう行ってこう行ってこう飛んで、はい、いけたと思う。こう飛んで、はい、んで、ケイ、あれや、そこ、この家登って登ってよっ、これで終わりかな。これで終わりやったんやな。オッケー、オッケー、トン。あ、これで終わりや。オッケー。前なんでできんかったの。さすがにこれは彼女にはできない。ありがとう。あ、これが遊んでくれてあることになるんだ。なるほどな。あの子が消して歩いてて、うん、つけてっていう鬼ごっこをしたかったんだ。明かりを3回全部つけてくれたらお達人あげるからね。ここはこっちはお金拾っとんね。あ、毎日やるのあかんねや。判定事務所どこや。町の中、駄菓子屋。こうやって出たんだよ。手でこうやってできんの。マジで。探偵事務所どこや。探偵事務所、この渋谷商店の中やったんじゃん、これって。また電話してる。渋谷商店の奥よね。かわいい。おいって言ってしまうな。ひでこ、あ、来たよ。どうしようかしら。どうしたの。聞いてよ、ひでのところの豚さんが逃げちゃったみたいなの。あれ、これやれへんかったっけ。だから豚さんが逃げたら大混乱だと思うんだ。もしかしたら誰かにわざと逃がしたりして。そんなわけねえだろ。まさかね。その声なんだ。その子だけ意外。真剣に聞いてよ。うん、わかった。豚さんの柵を壊した犯人。はぁ、豚さんの顔のマーシャンってあれどうやって分かれちゃう。え、なんか聞いた方がいいんじゃない。こんにちは。お前なんか言うてくれんね、こんなこういうのは。ジロー、チェンジ、機械だ、バカ野郎。豚さん神社の裏の柵のところに行ってみよう。だって陽介と次郎がなんだかやる気がなさそうだ。こいつらじゃねえやったの。ほんまや、絶対そうや。じゃあな。
じゃあな。俺たちも一旦外に出よう。では神社の裏に行ったらあいつらいてて、おい言うんじゃねえぞのび太って言われるよ。のび太じゃないよ、ね、のび太じゃない、目がかけてないからね、うん、神社、神社どこだ、早く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 来る来る来る、地獄が来るよ。地下回り、それ地下回り、ほんまに地下回り、地下回り、ほんまに地下回り。あ、これ神社、これ神社ちゃう、入り口、入り口、入り口か。もうええねん、お前ええねん、ええねん、分かった分かった、そこや、裏側の豚、このおじさん豚。このおじさんは豚、豚後で入れるから。ここや、ここや、この裏側に行けってことやんな、これや、あ、これや、ここで来たらめっちゃ笑うのにな。今日もまた柵が壊されて豚さんがに、どういうこと、誰か誰か犯人がわからない。おいおい、なんで豚、なんで豚育てるの、かわいいんだ、柵を壊されて困ってんだ、ぜひ教えてくれ。分かったよ。なるほど、なんで、理由があるはずやね、お前のところから事件は起きるな、理由があるはず、柵が壊れている、落ちた木のかけらがなんとも哀れだ、うん、でもこの柵手作りだから僕でも壊しそうだ、もっと強い柵にしたらいいだ、そうや、鉄でやろうよ、ハンダだよ、ハンダ、ハンダごてで、なんもないな、おじさんに聞いてみよう、おじさん鉄は、鉄ある、鉄もう関係ないよ、これもう関係ないな、お前なんか周りなんかないの、見て見て、ここに行ったらなんかわかるんかと思ったら、うん、俺もないね、この周りとかにないんか、キノコあるぐらいやね、こっち側のそれ、それはそのちっちゃい柵は、これは、これはただの柵ですね、ん、なんか出へんかったの、飛び越えるが出た、ここに豚おるな、こういう時はどうしてんの、ヒントを書いてなかったんじゃ、毎朝柵をよく見張ってればきっと犯人がわかるはず、朝や、止まってよ、ラジオ体操の時って柵の方に行くってことか、もうじゃあどうなんや、ラジオ体操に出たらもうあかんのかな、こっち行ったらいいんだよね、だからラジオ体操じゃなくてこっちか、こっちか、こっち行って何にもなかったらラジオ体操に行けばいいんだよ、ね、うん、なるほど、そうや、寝よう、小西くんもう寝よう寝よう、もうこんなん、ここうちやっけ、うん、うち、ラムちゃんにだけ、持って、はい、さよ、まだ時間あるって、ええねえね、もう寝よう、くそ、あ、来た、ラムちゃん、でもな、でもな、どうした、どうした、何、あー、やめたい、え、もう絶対やめたい、うわぁ、言い出せないよな、ラムちゃん一体どうしたんだろう、え、と僕は思った、あいつ嫌いやからやめたんや、どうしたの、何をやめたいの、パパさんの息子に言えるわけないよ、よっしゃ、じゃあ好きなんかな、パパさんのこと、不倫、パパさんの子ちゃん、本日の運命、兄弟、もう同じや、いつも同じでしょ、はい、好きなカードを選んでちょうだい、ラムちゃん知ってんのよ、ごめん、ラムちゃん何がやめたいの、ラムちゃんごめんな、ラムちゃん不倫やめたいのかな、足細いけど、ラムちゃん、ラムちゃん不倫やめたいんや、寝よ、もう寝よ、はい、夏休み勉強せ、どうしよっかな、あれ、あ、電気つけへん、小西くん、ダメ、つかへんわ
時間いっぱいまで遊ばなあかんのかよ。嘘やろ。夏休みべマジかよ。ギッチギチの虫かごやんけあれ。変えとこ、これ変えとこ、もう、うん、めんどくせえから。なんや、あやったな、これイベント。おお、やっと。他は？あ、あ豚、ね、豚、豚。豚事件ね。豚事件解決したよ、早く。自由への脱出か。豚みたいな顔したやつが絶対あれやねん。もう連れ戻されよ、なんかやって。次回からどうやってくんの？どっからでも行けんねや。うせやろ。あ、じゃあ、なに、音楽隊みたいな見に行ったやん。音楽隊どこ行こうか。音楽隊どこや。ここ公園なんか通り沿いにあったような気がするんだよね。商店の方行った方のとこでしょ。これの右側じゃないかな。これだ、ここ。入られへんな、こっち側からやな。こっちか、ここや、そこやろ。はい、邪魔しちゃ悪いから。夜来いみたいなこと言うとったのかな。夕方来たぞ。夕方夕方はダメなんかいな。大人は嘘ばっかりつくな、マジで。人の家入ろうとして僕は思った。ここは八百屋の事件ないの。この子は、あ、この姉ちゃん好き、この姉ちゃん好き。こんにちは。優しい女の子。まだ忙しいの？優しい女の子がいいな。優しい女の子がいいな。夜になるとこの辺り走ってるか、この建物の裏にあるお店で飲んだり食べたりしてるから、遊びにおいで。はい、わかった。はい。誘われた。一緒に飲もうって言われたんや。何お尻すごい。何お尻の匂い嗅いでんねんお前。お尻。ようわかったな。尻の匂い嗅いだって。小刻みに揺れる動きよかったやろ。お尻の匂い嗅いで。俺たちは面白いけどさ、使われへんのよね。早弁当。あ、釣り餌。あ、かしこ、釣り餌ここ売ってるやん。今日は何の用？グリデッポ買おうよ。グリデッポ。あ、200円足りへん。あんなに集めたのに、うん、これしか、あれ、ダイヤ売れば。ダイヤ売ってへん。うん、8あるから。どれや、ダイヤ、ダイヤ8のやつ。けど、そうそう、あ、これか。500円、500円するぜ。ほら、5個売ったらいいよ、5個。マイルアリー社長がだって2個しかないやないか。ほう、そうやぞ、お前なめんなよ。これで十分買えるから。オッケー。あと何？ミミズ？ミミズ買おう。釣れるで。うん。風車ってなんか使うの？ここ持って走るだけじゃん、これ。時計なんかできんちゃう？これは多分今何時か分かるってことじゃない。呼びに来るまでとかさ。なるほど。そういう時間を教えてくれるだけだと思うよ。マリは何に使うの？マリは、蹴って遊ぶマリってこと？マイズアリー。買っちゃった。マイズアリー。買っちゃった。マイズアリー。マイズアリー。オッケー。マイズアリー。うまい、ミミズ大好き。マイズアリー。まだ買うミミズ。限界までミミズ買う。いや、いっぱい見た。マリ。お前のファニーポンポンとよく跳ねるマリ、うんうん。ミミズ、ミミズ死んでるやん、このミミズ。めちゃめちゃ濡れとるからミミズ。グリデッポ色と分。たまにして打つことができます。はい、そうね。R を押すと、照準モードで、照準モードの中に ZR で発射するよ。なるほど。弾を当てて消させると高いところにこう。なるほど。いただきました。弾を当てることで動く仕掛けもあるよ。グリ持ってるからね、もう。キーや、次キーや。次の目標、キーいけることやで。そのグリの的みたいなやつ。見たことないよね、ほんとね。どこに出てくるんだろう。まだまだ分からんな。分からんこといっぱいやな。
グリマトを。鉄条あると無理やで、小西くんそれ。いや、忍者ならいける。無理やな。うん。あ、そこからいけるのか。忍者でも無理やな。お、来た。うん。グリ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 。もグリ出せよ、グリ。持ってんで、グリ。おら、小西くんもうグリ持ってるからね。すごい。お姉ちゃん。ねえ。お腹いっぱい、お腹大きいな。大きいやん、この子は。じっとし、駅前ママって何やねん。駅前、名前つけたれ。やっと見つけたぜ。グリ探しとんねん、こっちやわ、お前。気分はどんな感じ？お前、グリ銃あったら撃っとるかな。これ、やってるやつ全員嫌いやろね、こいつのこと。うん。絶対。いただきます。16連射。もうこいつのことが嫌やから早く早く終わらせたくて。でも全員思ってんだよ絶対。夜にさ、どっかに行ってくれって言われなかった？豚、え、何やったっけ。豚じゃなくてさ、その前、豚の前になんかなかったっけ。あのお姉さんがバーにいるとかじゃなくて、僕、お城僕、お城のてっぺんに行ったと言おうとした、でもやめた。泥棒だと思われるから。そう、どうする、出るか。でも朝見張るんやったらもう寝た方がいいよ、ね、そうやな、ね、寝よう、もう寝よう、今日は寝ようか。豚みたいもん俺、俺豚、やっぱ豚大事や。豚大臣やもんな。豚大臣、豚大臣マサヤやから、うん、豚大臣マサヤ。しゃあないわ。夏休みべ、このさ、うん、僕が大人になった時の声も俳優さん、ボコロン、あ、藤木直人さん。あー、なるほど。知ってる人、イケメンの来てや。あ、ヒラメ、カレーの煮付けや。金目や。16連射や。豚見に行くぞ。小西くん豚や。小西くんは豚や。俺は豚や。言うてもた、俺は豚や、豚や、小西くん豚や、豚見よう。なんかある、なんかある。お、やったぜ。やつらか、やっぱりこいつらか。あれ、ラジオ体操間に合った。ラジオ体操出てもええのかな。ちょっと灯籠つければいいの、小西くん。僕か、灯籠つけて、で、あそこ、商店街の探偵事務所行こうよ。そしたら、あの女の子に言いつけることができんねん。殴るぞ。バン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 、お前、俺のお前肩を叩いて、お前グーでグーで殴るぞ、お前。ほんまによ、ほんまによ。よく気づいたな。ずっと気づいとるから、及ばしとったんじゃね。こっちはお前、うまいもんやもん。これ3日やらなあかんねんで。いやいや、こんなバイト。なんやねんそれ。イカか。こっから行ってやった方がいいのか。登られる、ジャンプせんでも登れんちゃうの。イカみたいやった、今。多分これ正式なやり方じゃないと思う。忍者や、忍者。間に合えん。こっからなんかひょーんってまで横飛びしたらいけるかなと思ったけど、いかれへんよね。残は登んなあかんねん、うん、けいよっ。あー、小西くん、この子のせいやで、いかれんかったんは。
え、この子はちゃんとやる気を出してくれな。こっちとらさ、チュンって行けばええねん。チュンって行けば。なんでやねん、もう。かゆいねやろ。こんなんもう絶対ここから降りるだけでええねんて。ジャンプどれやったっけ。 X ジャンプしてええやろ。今しましたよ。今ジャンプしてええやろ。下から、下からこそいけたんやろうが。たまたま落ちてちゃう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 、スンっていけてんやろ。いけてますって。ジャンプしてますもん。ジャンプしくされたろうですよ。はい。一回ずっと足がめなかった。頼むぞ、ジャンプしくされたろう。やってくる、飛んでくる、飛んでくれ、しくされたろうよ。つけたから。しくされたろう。つけてるから俺ちゃんと。2個つけ、2個、2個つけや。に2個つける場合は2個つけ太郎って言ってくれないと2個つけられへんのよ。2個つけ太郎やってくれ。2個つけ太郎、2個つけ太郎言うてくれたら2個つけられたのに。つけたり太郎はつけたり太郎やから。イラ立つな。忍者横飛びできんじゃない、そっから。忍者横飛びあかんて。あれほんまやったあかんねんて。あれそう、まだ飛び越えるよ、それ、飛び越えるよ、それ。おいだ、そこだけ。で、終わり。パッパッパーン。今日は、お城に遊びに行くんだぜ。腹立つ、あいつ。あいつが、あ、嘘でろ。嘘でろって言っても、嘘でろって言ってもだから。よし、これであと1回。いい、オッケー。あ、違う、ここはあれや。あそこの探偵事務所。探偵事務所や、うん。あと木蹴ってね。木蹴って、木蹴ってグリの実をいっぱい手に入れてね。ゴーゴー。これか。おじさんが目印。もう全然。おじさんにと話してあのイベントを進めてね。ねえ。東大。痛い。ガンはいいけどさ、指輪を当てるのやめてもらっていいかい。この肩指輪を。盗まれたレンズの謎。さっきの、さっきのミッションのとこ見たら、はい、多分書いてんちゃう。そのもう一日待ちましょうみたいなとか。なるほど、何をすればいいのかっていう。ありうる博士。ありうる。ありうる。お。もういよ。毎朝。毎朝や。なんやその髪型お前。毎朝や。なんやそのブラックジャックみたいな髪型してお前。では東大のやつをやろう。はい、森助さんの家に行ってみよう。行ってみよう。俺たちは探偵団だ。あと木を蹴ることを忘れずに。なんで木蹴ったらどうなの。グリの実が出ますから。グリの実一発目よ。でも持ってんで。グリの実8回しか打たれへんやんけ今のやつやったら。8回さんなんかグリは別の木やで。小西くん一緒や。ちゃうグリの木1個しか入ってへんもん。グリの木しかないねんて。一種類の木しか入ってないから。ちゃうこれもうグリしかないねんて。ほら絶対出へんやろ。これ山行かないとグリの木ないねんて。これグリの木や。こっちゃいますよ。消えてみ、消えてみ消えてみて。消えてみ。ほら出へんやろ。捕まえるやん。ほら
次の聞ける。いや、グリはだからグリっていう書いたん。そうだ。撃てよ、あのグリのやつを。グリ法ってどうやってやんの？R ボタンで構えて、RL で撃つ。撃つなよ。撃つとこないから。撃つな言うてんの。撃つな言うてんの。拾って拾ってグリ。グリ拾って。オッケー。こう今週無限に撃てんねんで、だから。はよ行ってくれよ。行ってますやん。走っていけばええだけやんけ、そんなもん。走ってますやん。何やもん、ゆっくりゆっくり走ってからね、ほんまに。しゃ。はいはい、行って行って。どんどん行って。下がっとるかな。下がっとるかな。頑張れ。子供やろ。頑張れ。ドバト泣いてる、ドバト。いた、ドバト泣いてるかな。こないだもお会いしましたね。こんにちは。はい、探偵。うん。いや。どうした？どこ？鍵。散歩中のどうした？はたまた家の？はたまた家の屋根を修理したら。いや、はたまた家でしょ、あれ。とりあえず家の上見ようか。あれ、出たやつ、あれちゃうの？あそこやろ、はたまた家。一回見たら、あのミッションのとこ。ミッション、in the space。 お、それしか出ないね、はたまた家。家の周りをよく調べたのかなって出るから、あの家の周り一回調べた方がいいよ。え、このあれは、あれ違う、あれは、あれは、あの旗は、山のところにさ、お城こっちやでって言ってやったやつやから、違うね。ちゃうねん。それ消えてへんだけよ。だから登って、登って。こう草登って、草の上かそこ登って。そこ上がると抜け出せなくなるから気をつけてねって言ってたのに。そこの草から壁登るってことよ。ちょっと距離あるんちゃうかな、それ。忍者ジャンプや、忍者ジャンプ。そこあかんねん、そこあかん、そこ出られへんようになる。出た出た、ほら。ここ出られへんようになんねん。ここ前なったから、もう二人でやったって。ああでしょ、恐ろしい。おじさんの向こう側から行かれんのか。だから行きましょう。あ、木や、これ。木からや。やろうか。おい、こんなとこで渡すなよ。天才が登れるけどな。そこ行くんよ。行ける、それ。あ、あ、行けるやん。言うたやん、だから。あれ、それめちゃめちゃ鍵の形してるやん。こんなとこどうやって落とすねん。森さんがなくした、これじゃないかな。感謝、感激、感動の嵐。鍵を持ってていいから、それを使って灯台の展望台に上がってごらん。やったぜ、展望台。バカになっちゃった。
気持ちいいですよ。よっしゃよっしゃ、これでレンズ取ろう。どこや展望台。レンズ取ろう。どこどこ、これどうやって上がるの。どうやって上がるの。向こう側に上がるとこあんの、もしかして。ええ、おじいちゃんどうやってんのこれ。どうやって登んの。おじいちゃんどうやって登ってんの、ね、どうやって登んの。ああ屋根の上からや。屋根からか。え、おじいちゃん毎日それやってんの。そんなんできんの。そっか、マジかよ。逆に多分向こうに行ったらさ、登りやすい道とかあるんやんな、きっと。あんの。これ一回降りてこっから行けるってことでしょ。ギリギリやんな。ギリギリでしょこれ。余裕ですね。おいおい、で虫おれへんのか。虫虫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 グリケリ大行進。蹴られへんやん。じゃ蹴るってマーク出ないと蹴られへんから。ここが一番上なの。ないない。反射して光ってるの見える。よかった。レンズはちゃんとあるみたいだ。あれ？でも光が弱い。なんとかならないかな。ミカコ、赤いダイヤ落ちてる。赤いダイヤを代わりにダイヤにするんちゃう？ガラスを。あれこれ登らんの？どうやって登んの？こっち側から入れるのかな？降りるやな、それ。降りるやな。そっちから行かれへんの？どうすんの？確か上に何かあるで、ほらほら、なんか光ってんで。白いダイヤ。どうやっていくねこれ。どうやっていくの。そんな時はミッション。お前何でもそうやって大人のあれに頼るな。上がっていいと言われてるしか言わへんな。な、中になんかないのか。子供の力を借りんの。みんな肩車してくれ。そういうことか。まあお前、俺たち一生懸命登ってきたのにさたまたま通ったみたいなこと言うなよお前。これもしかして小西くん道あるんちゃう。うそでしょ。でもちゃんとレンズあったよ、はいはいはい、曇ってるってことでしょ。弱くなってるみたい。まずいぞそりゃ。どうすんの。船が沈没してしまう。そんな、そんな大事件。うん、もう磨けってことやろ。レンズが汚れてる。レンズが汚れてちゃ光も弱くなるかも、うん、そんなお前当たり前のことでしょ。絶対。何、雲井鳥助さん、あの東大森の人に。ああ。報告しねえね。わかった。あの人に言うたら、あそこの鍵開けてくれんだよ、きっと。こいつらろくなことせえんな、しかし。あ、道あるんだよ。ほら、道あんねや。どこにあった。富士山。あれ、違うわ。お、ちゃうやん。ちゃうやん。やっぱり自力で登らなあかんねん、これ。おじさんと一緒に登んねやわ、これ。相当大変やで。上がってみたよ。うん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 。よかった。汚れてた。うん。手すりをつけたら屋根の上に出られなくなってしまったんだ。何言ってんの。そうするには外壁を上がって上まで行くしかないんだけど、上になる前にもう一度業者に頼もうと思ってる。外壁を登っていくしかないのかな。いや、それしか方法がない。え、やってみようよ。ケイ、ただ灯台って登れんの。外壁、今日はこの外壁登ったとこまでやな。なんでやねん、もうちょいやろうや。終わるまでやろうや。2時ぐらいまでやろうや。送ってくれんでいいよ。までめっちゃ首振るやん。これ登れるもんしか、マジで何も休み、休むとこないで。こんなん登られへんで。ジャン、はあ、こしか、この出てるやつ、これちゃう。ちゃうな。無理やな、うん、なんかバーンってやったらグンって出んちゃう。
ーンってやったらグンって出んじゃん。とにかく次郎に報告しておこう。次郎出られや。友達か。友達とこ行こうかじゃあ。うん。飛べんちゃう。あそこ行けんちゃう。もしくはあれ。今まで行かないこと。小西君の得意なこの登っていけるやつ。いやいや。めちゃくちゃ遠回りになったんじゃないこれ。おかげさまで。これの上何にもないんや。おかげさまで。まだスタミナ増やしてね。うん、またあれしましょう。ええー。これどこ行ったらいいの？これ。これさどこ行ったらいいの？これ。ここ抜けられるじゃん。ここ抜けられるやん。ほら。秘密の抜け穴。あの子いるんちゃう？なんかが欲しいな。声聞こえたよ、うん、あの子おるんちゃう？なんとかかんとかが欲しいなぁ言うてたよ。一回離れよう。なんで？今までほら一回離れて戻ったらまた復活したじゃないですか、うん、その場所に。だから声聞こえるんちゃう？そばまで行ったら いてんちゃう？どっかに。風車！どこや？くるくる回るのが欲しいな！風車！本人を見つけなあかんやん、まず。この辺にいてるんでしょ、だから。あ、わかった、小西くん。風車を出して、B押してもだ、今。A 押して。A 押したつもり。風車を出して、条件がないとダメなんや。どこにおんのやろ。よっ。どこ。ねえ、なんとかちゃん、どこ。ここのこっち側。もうちょっと行ったとこは。こっちの方が聞こえてきた気がすんねんけどな。お前そんなんこんなしょうもないスピーカーでわかるか。よう聞いててよ、うん、くるくる回るのが欲しいな。バカさ、小西くん、小西くんがこっちから聞こえたって思ったのはあっちにスピーカーがあるからや。不正やろ。ここの上じゃない？ああ、お花があるね。草のとこじゃないかな。そうやね、うん、多分そうやな。それっぽいね。ただあっちにスピーカーあっただけだよ今の。いや違う。聞こえたからだいぶ違うから。これだけは確かです。いやこれはだいぶ違う。スピーカー LR ともあそこにある。違います違います。それはほこらがあるね、あそこにね。大人の事情です、そんなのも。これいけるか。おいけたわ。そっか、いけるか。おー、あかん。こなんか大きい輪があったね、あそこ、うん、そこに、あそこに行け。オッケー、よっしゃ、ここに風車をお供えや。あそこや、いた。はぁ、もう言うた通りでよかったなぁ。右に行ってたもんね、今ね。これやっぱこっちがよ。ちゃう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 。おお、灯台乗れるのこれ。灯台も特にだから乗られへんって。どんだけなんちゅう気持ち悪いか。ああ、ね、5匹やって5人見つける。そんなこと言わせない。お前大活躍やな、それ大活躍やもん、これ。
こで座敷割り3人なんやティーララリーなんてことやな。あそこなんかあんね。なんかある。あ、違う、小西くん、鳥や。おしくしてるやん。おしくしてるかな。金玉リオや。金玉リオ。鳥やのね。鳥やな。鳥の向こうに鳥やな。うん、鳥の鳥なめの鳥や。鳥なめ鳥や。金からって何なの？あ、お金なのか。売るんちゃう？瓶も売れんもんね。ダイヤの方がお金なんでしょ。だってダイヤ500円で売れんねやで。で、500円のダイヤ見たことある？ガラスちゃうちょっと綺麗なガラスちゃう。なんかもう子供たちがダイヤって呼んでいるガラスなんちゃう、うん、綺麗に磨いとんねん多分な、うん、あ、階段ある。うん、これで行くんやろ東大の方に。おお、ほんまはこれで二郎さん、あのま、あそこに報告に行くのね。うん、探偵宿舎に。次郎って誰なの？機械だじゃない？メガネした人？誰？機械だやってたか。次郎ボーチェンジー。ごめんなさい、あいつかな。もう、おじさん。あれ今のあれ聞こえた？オッケーオッケー。進んでんのかいい、ほんまにそれ。いいよ、進んでいた方がいい。もしかしたら曜日で進ん、日程、日数でね、進んでる可能性あるけど。それでさ、うん、ラッパ森の奥にお城あるの知っとる？え、さっきそれ太ったやつの声やったで。人変わってるやん、太ったやつ。違う、昔のタバクちゃうねんか、ね、お前。そのお城の鍵を手に入れちゃったんだよね。毎週ガヤのやつの声変えんなよ、お前。タバクちゃうねんぞ、お前。で、どういうこと？僕って博物館好きでよく行くだけど、お前だからお前豚のやつの声やんけ、それ豚は違うって。でも入ってどうすんだよ。もうよ、違うよ、豚は。博物館の館長さんに声変わってるやん、タバックちゃうねんからお前。そうですか、スネ夫みたいになったらいいなと思ってやったね。加賀さんにこれやってもらおう。ひねこう加賀さんにとってこれこれだから、このガキ大将をさ、うん、あの高木渡さんに。ああ、いいね。え、何これ。あら、話聞いてんかった。なんか鍵の束を拾ったんやって、だから博物館のとこで。何がいい。え、クレーな、やっぱり悪そうや、黒の方が。早速お宝の調査だぜ。次郎さんの話はもうないんだ。また違うやつ行っちゃうんだ。え、うん、豚のせいなのすっごい便利だよ。豚なのよ、東大のレンズ。ああ、東大の森さんに話を聞いたんだ。それでどうだったの、うん、レンズのところには東大の外壁を登らないといけないんだって、はい、だから森さんじゃ掃除できないんだってさ。ふん、それじゃあ誰かに掃除お願いするのかな。やっぱ、うん、そうか、知らん人か。僕なら一人でレンズの掃除ができるかも。はい、そう思ったけど黙っていることにした。何も、一人でやんの。え、解決して、え、磨いてへんやん。磨いて、解決してへんし。あ、掃除になった。もっと奥に進んだ高いところにあるよ。あ、鍵！鍵。コンジ君、色を選ぶとき間違ってる鍵選んだらまた人を違うやつ呼んでこなあかんのか。東大レンズもう一回聞いたら。東大レンズも関係ないよ、もう終わったもんこれだって。ジャンプ力、ステーク、ジャンプ力が成長したよ。ちゃうねん、チューしたらあかんねん。いや、分かったな、いや、分かったな。チューしたらあかんねんって。今の格好でよかった人でも。やだ、うん、お前みたいな遊びでやっとるわけないやろ、こっちが。お前
もう終わるで、時間やから。今日この日終わったら終わりね。だから早く山の城に行って、早く早く山の城に入って。当たったのに上のが落ちたんじゃない？下手くそや。いや、真ん中当たってんねん。下の的に当たったよね。下の的に今、うん、下にちょっと落ちていくから、玉の軌道が全部当たってんねん、うん、え、何もくれへんのこれ。そう、遊ぶだけ。ここちゃんと拾っといてね、グリー。グリ4個、グリ4個拾った。拾った、オッケー。拾ったのシュークリーム。 600m 走ってる、 600m。 はーい。お、なんか演奏してる。話しかけて、話しかけて演奏してる。バカどもに、バカどもに言うたらあかんわ。この人たちに。彼らが演奏していたのはポスターの故郷の人々。あ、この人たち夜来たら話してあげるよとか言ったのに、夜来たのにな、うん、ご飯食べた後って話かな。音楽が空に舞い上がって、あんたも知って。これで一つ行った。あともう一回鑑賞すればいいや、うんうんうん、なるほど、そういうことか。よっしゃ、山登ろう。 OK、 ありがとうございます。こうやって見ると近いね。頼む車貸して。お、ちょっと今日は大胆じゃないの。はい、かな、迎えに、あいつが来るぞ。あいつ来るぞ、鬼が。クソが。鬼が来るぞ。急げ急げ。クソが来てま。鬼が来るぞ。こんなところにいたのか。うわー、やめてくれ。鬼が来るぞ。そこちゃうぞ。じゃあ、助けて。そこで上がれるよ。ういうい、斜めに上がっていこう。多分走れんねん、そこ。イエス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 、そこ登っちゃおう。うう、スタミナあると何でもできるね。うう、忍者ハットリ君。ニンニンでござるよ。おお、ケムマキ。ケムマキでござるよ、小西君。忍者ハットリ君知らんなさってこいつ。大人やから俺はもう。忍者ハットリ君知らんやな。山を越え、谷を越え、僕らの町へ、町へやってきたハットリ君がやってきた。どんぐりおめめのまなこに、まなこにへの字ぐち。回復してから登りいいや。回復してから登りや。 A ボタン。回復してから登りや。うん、服部くんがくるくるほっぺに覆面姿。こっからこれ飛ぶとこやで、多分これ。これ飛ぶ地点には、こう飛ぶ地点、これ飛ぶ地点に来たのよ。左や言うとんのに。え、どの左？あー、そっち右、その正面、それお城、このお城の下ってことでしょ。あの遠慮じゃないの。そっか。な、何しに来たのよ。違う。意味がない。どこやったっけ、子供たちがいる。子供たちが、ほんまや。やっと見つけた。嘘でしょ。そうやろ、こいつはほんま、あれやねん。マジでさ、だよね、一番ええとこで来るよ、必ず。ワースト1やで、あいつ。
ラムちゃんに会いに行って終わるかじゃ。うん、ラム。ラブね。おいラム。そやお前。オタクの子や。ラブちゃんのこと知りたい。気持ち悪い。俺ラムちゃんのことを知りたい。もう終わりや。結構進みましたね。今日が乗ってきたとこやのに、うん、なんで終わらなあかんのかって。生配信でやろうよ。だからしたら、いやスロットかやりたいから。早い日のさ、早い日のスロット、早い日の時にやって終わらせたらええやん。スロットしたいやんか。スロットしたいっていうこと。スロットスロットカーの、うん、あそう、あの原因分かりました。あの走らんかった原因。原因分かりませんけど、やっぱり分かりませんけど、あそこ切ってやったやつはできるようになってる全部。はい。じゃあだから切りましょう。電圧の差か。いや違います、あの回路です。回路、回路が回路が一回切ってこっちに入れてこっちから回すっていう回路にしないと、チカチカ回路にせなきゃ。そうなんですよ。でも分かり変えなあかんやん。そうなんです、切ってつなげなきゃダメです。めんどくせえ。それ用のカーソンなんです。あれなんじゃそのカーソン。さあということで、はい、小西さん、今日は僕の夏が夏も脱問、夏問ですね。脱問やりましたけども、夏問まだまだこの先あるんでしょ。あるんじゃない。序の口よ。序の口なんじゃ。だって起きたらまず、うん、あの舞台行かなあかんし、灯籠に火つけなあかんから、もう一回ね、うん、ミッションやることいっぱいあんのよ。だからでもさ、体力全部いっぱいになっちゃったじゃん。あのトコトコのせいでさ、トコトコのせいで、トコトコのせいでお城にも入られなかったのよ。ほんまや、イベントの目の前で止められたからね。キューンキューンダン、グーよ。いやいや、いるやん友達。お前どこ見てんねんっていうね。ほんま、あのままもうこれで降りてったったよかったな。ああ、もうブーッバーンやったったよかった。ああこれは母さんのブーンっつって やったったよかったほんまや。さあということで、はい、また機会があれば、はい、やりたいと思います。ヤンヤヤンヤンヤチューバーニャン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 ヤング TV、 明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。